バッケランがトップに立ちましたか。ご覧いただいておりますのはシャノン・ミラーの段違い平行棒です。この選手も空中の姿勢が非常に綺麗ですよ。ダイナミックな技をやる中でも非常に繊細な演技をする選手なんですね。最後ちょっとびっくりしました。ちょっとすっ飛んでたような感じがしたんですけども、なんかこうバーからふわっと手が外れてしまったようなものすごい音がしたもんですから、はいはい、でも良かったです。さすが行った時もこうまとめるのはミラーの力ですね。そうです、この選手本当にリカバーがうまいですね。ホップターン、はい、難しい技の連続です。ギンガー宙返り、こういう宙返りをしている時も全然足先が乱れませんよね。これはぜひ日本の選手も見習ってほしいところだと思います。本当に足の先がお箸の先みたいにこうピーンとにも揃います、はい、これがミラーの魅力ですね。そうです、ここですね。ちょっと早く話したんでどうかなと思ったんですけど、よくまとめましたね。もうしっかりまとめました。シャノン・ミラー、この笑顔は、うん、やったっていう感じでしょうね。ああいうリカバーがうまくできた時というのは選手は本当に嬉しいものかもしれません。ミラーの得点が 9.750 です。